選んでいただいて、選んだら始まっちゃうよ。いいの、はい、始まった瞬間に切り替えてもらうので大丈夫。あ、そうそう、はい、俺の心の準備は、はい、じゃあ画面お願いします。当たった。ちょっと待って、ちょっと待って、久しぶり。これ熟練の譜面ですか。熟練です。はい、さあ皆さんご覧ください。吉田さんによるタイトル。息を飲んで見ちゃう。さっきのガルドは一体何だったんだっけ。あれも無茶でしたね。難易度何でやったの。ガルドの筋肉。マジで。うん、順調じゃないですか。うん、うん、この辺のボンベですね。そうです、うん、ちゃんとね、よく見るとプレイ中は気づきづらいんですけど、背景もちゃんとそう、体感するんですよ。順調。で、本作は、前作はスタイラスでのみの操作だったのが、ボタンでも操作できるようになって、吉田さんはボタン操作派でした。だって最初にタッチでできるって教わらなかったんだもん。知らないでやってたんだ。もっぺんでしたね。そうですね。あとそのイベント会場では対戦モードも用意してもらったんですけど、対戦がなかなか熱かったですね。あ、このがっかり感。超油断した今。順調に。順調ですね、うん、これ簡単じゃない。あれちょっとあれ、まあ、言った花から、ね、こういうことあるよね、うん、言わなきゃよかったのに。何、飛行機疲れ、うん、フォローしてよ。あ、でも、もう今回3回吉間ペロってるからね。ああ、うん、あ、今のペロったペロったこと、うん、おお、ナイス取っちゃう。なんか微妙だな。え、究極をやるの。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、手汗がね。なんで本気になってんの。いや、だって極タイタンだよ。手汗かくでしょ、みんな。かくよね、うん、よろしいですか。始めました、はい、はい、じゃあ画面お願いします。ちょっとやべ、俺絶対クリアできる自信ないね、これ。皆さん、見てる皆さん喋んないので、すいません、はい、さっきと、飛んでくる球の数とかですね、画然変わったあたりに注目しながらご覧いただければと思います。ちょ1ペロですね。腹立つ。あ、でも、あ、順調。おや、あぁ連続で踏んだ感じですね。うん、まあ、忙しいですね。立っても結構いきますね。むずっ。画面のちょうど右上にあるヒットポイントのバーみたいなものがですね、まあ、まさにヒットポイントのバッドが出るとあれが減っていって、右端真っ赤になってなくなってしまうとゲームになります。あらら、危ねえ。怖い怖い。何これ。ああ知らないよ。なんか真っ赤。もうダメじゃないのこれ。あらら。お、ちょっと優しくなった。そんなことはないと思う。優しい体感。
優しいだろ。キラーンって笑わせんなよ。今すっごい緊張して、あと1回見せたらダメだと思って真心タイタンね、あのすっごい優しい顔浮かんじゃったわ今。まあ14の楽曲がいっぱいあるよということでも、はい、ゆかりのあるシアトリズムなんですけど、あの意外なポイントがもう1個ありまして、あの今回会場にも来ていただいたあのシアトリズムの宣伝担当の方、ね、これがなんとですねレガシー先輩だったんです。お大先輩ですね。大先輩でした。マジっすか、はい、しかもリデルっていうね。そう、あ、言っちゃった。言いましたね。まあ別にいいです。まあ全然大丈夫です。いっぱいあるから大丈夫です。大丈夫です。